こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。今日はグランメゾン東京に出演している鈴木京香さんのボブスタイルをちょっとカットしたいと思います。少しこう重ためで、まあ、大人っぽいこうクールな印象のボブかなと思ってるんですけど、あんまりこう量感を取りすぎずにブラントカットでね、しっかりこうシルエットを作っていくっていうようなところがちょっと大事なんじゃないのかなと思ってるんで、まあ、そういうところちょっと見てください。早速いきましょう。
はい、鈴木京香さん風のグラデーションボブ切ってみました。まず低めのグラデーションで少しこうウェイトをね下に持ってくる、まあ、襟足はキュッと締めるんですけど、であとこういう少し前下がりのラインと長めの前髪、こうなんだろう、できる大人の女性みたいな雰囲気のボブですね。今日はね、あんまりこうそぎを使ってないんで、カットでまあしっかりシルエット作って、あんまりこう軽くしすぎない方が、まあ、こう雰囲気的にはいいんじゃないのかなと思います。今回はこれで終わりたいと思います。また次回。